ハーク事件とは、1974年9月14日に、オランダのデンハーグで発生した、日本赤軍によるフランス大使館立てこもり、人質事件。日本赤軍最高幹部の重信ふ子も、関与していたとされ、犯行グループは当局に要求を飲ませて、シリアに逃亡した。以下、特に断りがない場合の日時は、日本時間。 1974年7月26日、日本赤軍の山田義明がパリオルリー空港で偽造米ドル所持、偽造旅券講師の容疑で逮捕された。9月初め、日本赤軍は交流中の山田の奪還を図り、構成員の和光、春尾、奥平純造、西川純の3人に対し、ハーグ所在の在覧フランス大使館を襲撃して、 仏局とと人質にししたた。大使らと山田をを交交換する、渉を行うようよ指令した9月10日、3人はスイスの中立ヒで合流し、鉄道でオランダに入国した。9月14日午前0時20分、3人はフランス大使館に拳銃、手榴弾で武装して侵入、大使ら11人を大使室に監禁した。人質を取って大使室に立てこもった。 カズミツラは、古谷の偽名を使っていた、山田の引き渡しに加えて、脱出用の航空機及び、医者料100万ベイドルを要求した。この間に、人質救出を試みたオランダ警察と打ち合いになり、警察官2名が撃たれて、重傷を負い、奥平も右上腕部を負傷した。9月15日には、パレスチナ解放人民戦線のテロリストである、カルロスがこれに応して、パリで、 爆弾テロを起こし、フランス当局にプレッシャーをかけた。9月17日、交渉の結果、オランダ政府が30万ドルを払い、フランス政府は要求を飲んで山田を釈放し、国外逃亡用のボーイング707も用意された。また、事件の余波でオランダは、9月17日のユリアナ女王によるパレードを簡素化することになった。9月18日午前6時7分、 山田と金を受け取った三人は人質を全員解放し、同午前6時26分にスキポール空港を飛び立った。その後犯人グループを乗せた B707 は南エメンに向かい、同午後2時5分にアデンに降りたが、南エメン政府に投降を拒否され、燃料の補給を受けて再度出発した。同午後10時にシリアのダマスカス空港に着陸し、 戦利品の30万ドルを含む蛍光物等の全放棄を受け入れてシリア当局へ投降した。西川は翌1975年3月5日にストックホルムで逮捕、日本に強制送還された。和光、奥平、山田は同年8月のクアラルンプール事件に参加し西川を奪還した。奥平も百七十六年九月十三日にヨルダンで拘束。 日本に強制送還されたが、西川が参加した1977年9月の落下日光機ハイジャック事件で重宝機的措置により、釈放されている。以降国際手配を受けながらも、国外逃亡を続けていたが、現在までに、奥平を除き逮捕、現地での追放、投稿などにより収監されている。その後、実行犯の西川と和光に、無期懲役の判決が下り、 武器調達などを行って実行犯と共謀したとして、日本赤軍最高幹部である重信にも、懲役20年の判決が下っている。なお重信は事件に対する自らの関与を否定し、PFLP の関与があったことを主張していた。また、吉村和恵が共犯として逮捕されたが、権威不十分で不起訴となった。人質となったフランス大使である、ジャックスナールは、富ツ自動車大手、 ルノーの会長ジャンドミニクスナールの父である。ありがとうございます。